直しを要求する。は？あんなキスカウントするわけにはいかないでしょ。バカかお前。そうよ、バカだから。もうあんたがいいやつなのか悪いやつなのかわかんないのよ。許嫁なんて信じらんない。そんなもの嫌うつもりできたのに、なんで嫌いになれないのよ。はっきりしなさいよ金次。いや、はっきりってお前。いいのいい、悪いなら悪いも言えないの。早く言う、言わないと風穴。それはこっちのセリフだ。男の尻など多少不格好でも尾低骨が砕け言うともさほど問題ではない。それよりこの私のまだ汚らなき体に傷でもついたらお前はどう責任取ってくれるのだ。気づかなかったのですか、生命感に満ち溢れたあのマナスを。マナス、はて。私はもっとあの方たちを知りたい。今のは あんなところに町が。申し訳ありません、マイリ様、私にも補熟剤を。傷が肺に達しているようです。このままでは生体機能が維持できます。さくらくん、今まで本当に本当にいろいろと。お母様、やっぱりサマとは未来の世界に帰りたくないです。今さら何を言うておる。これからもっともっと頑張るんです。だからこっちの世界に。ならぬ。お願いです、お母様。いえ、バベルギッチ。演じ並みの表現力ですね。うるさいわね。結婚なんて単なる幻想です。まあリオちゃんにも分かる日が来るでしょう。いつか。いかに撹乱されようとも直に身につけた発信機ならこの通り。至近距離でドカンと行かれたらさすがの姫様も五体無事ってわけにはいかないだろうね。下手に動いてごらん、月まで吹っ飛ぶよ。こっちは胴体さえ残ってりゃいい。お持ち帰りに都合がいいもん。お前たちデジモンの敵、俺お前たち倒す。なんだと。人間、デジタルワールドの平和壊す。俺、人間許さない。バカを言うな。平和を壊したのは、メルクリモンの方じゃないか。メルクリモンの悪口言うな。メルクリモン正しい。デジモンたち、みんな死だな。エリコ。エリコ、アイスアイスアイス。ま、いいでしょう。そうね、アイスは女の子の味方よね。うん、アイス。ちょっとリュウジ。いい加減、一人で起きられるようになりなよ。そうか、うん、ほらほら、顔洗って準備しないと遅刻だぞ。うん、朝はみんな忙しいんだぞ。うん、おじさん、昨夜帰ってこなかったの。おじさん、クワってこんなに重いんだね。おらびっくりだよ。そりゃおめえ、そいつは人生の重みってやつだ。カー、なんだかずいぶん大げさだな。でも聞こえると怒られるから黙っとこうっと。全部聞こえてんぞ。カー、ごめんなさい。戻るわよ。ありがとうルイズ、本当にごめん。少し黙ってて。これからあんたにどんな重い罰を与えればいいか考えているんだから。やっぱりあるんすか。当たり前でしょ、むち打ち100回以上軽いわね。はっ、ご飯抜き死ぬ寸前までもありか。兄さん、ん、あのさ、僕の体があっちに持ってかれた時の記憶が戻ったんだ。どうだった。なんかすごかった。でも人体錬成についてはわからなかった。その通りね。でも私は妬まれても構わない。私にはこのアリスを使ってやりたいことがあるから。ホタル、ホタル様、ついてこないで。あんたがいると作業の邪魔になるから。ここには女の霊がいます。奥深いところに潜んで母親のふりをして子供たちの霊を呼んでいます。
子供たちは家に帰りたいのですけど、道に迷って出られないのです。これは罰ある。人の大事なものを勝手に奪おうとしたから、神様が私をしばこうとしているよ。でも聞いてよ神様、奴は私にろくに給料もくれないね。おまけに私の大事なものも勝手に奪っていったよ。いっそこの木刀を渡して楽になろうか。いや待て、それじゃ私のしてることは奴と全く同じよ。また先生がその弁当を奪い、手すりの上に立ったところに強風が吹いて思わず下に落ちそうになった先生をハヤテが救ったが、代わりに弁当が犠牲になったというところだろ。驚異的洞察力。ま、結果はあれだが、私のためにここまで来てくれてありがとう、ハヤテ。スター侍の強大な力こそが国を救う。違うか。悲しいかな、大日本を守るマスター侍の数は減少するばかり。ならば徳川千将軍家の姫であるお主自らが率先して。迷いはね、どんな時でもニコニコ笑って頑張ってる。家の仕事が大変ですなんて顔一度も見せたことないわ。それが弥生のプライドなの。あんたにもプライドがあるなら自分の力でお姉ちゃん助けられる男になりな。だってライモン中サッカー部の遠藤さんでしょ。サッカーやるやつだったらみんな知ってますよ。ほんと？へえ、そうなんだ。俺宇都宮虎丸、俺もサッカーやってるんです。私人間見た目も大事だと思うし、みんなのお母さんでもない。でも家族に会いたい気持ちはわかるんだよな。だから一回だけならコッパみじんね。散々人を物のように扱ってきた罰よ。私は生きるためなら何でもやるの。私が幸せになるためならね。そうよ、イノベーターに従ってるのはそのため。だったら雲平先生から万天の禁術書炎月輪を手に入れてきてくれる。情報だけでもいい、良い手を助けるために必要なんだ。分かった。怪我してるのにごめんね。リセチか。売るためにキャラ付けされたアイドル、本当の私なんか誰も見てない。あれ、二号さん、偶然だね、こんなところで。あ、そうね。お隣同士だし一緒に帰ろう。旦那様先に帰っちゃったの、ひどいよね。私は雪女なの。氷を自在に操ることができる。なんだこれ。つくね、この出会いは運命なの。孤独だからこそ引き寄せ合って、私たちならきっとお互いを理解し合える。取り返せないとか無理とかそんなことじゃない。今自分にできることをするんだ。部長が言ってた、一歩一歩進んでいけばきっと何か違う景色が見えてくるって。ユージは私と一緒にいなきゃダメ。吉田くずみに話す必要なんかない。そういうわけにはいかないよ。ダメ、ほっとけばいい。私たちには関係ない。関係ない、だってそうだもの。吉田和美なんか関係ない、どうでもいいことよ。殴られてご立腹なんですか。司教所ってのは敵の鎧を叩き潰すのに使ってたメイスが変化しちまったものなんですよ。殴るための道具を殴るために使って何が悪いんですかね。あんたはただの臆病なんだ。傷つくのも傷つけるのもあんたは怖いんだ。その臆病さが、卑怯さが貴様役を傷つけたんだ。許さない、絶対許さない。本来ツインエンジェルの手助けをするのが葉月家の役目ですから。でもあのハルカって人に協力するのは正直ちょっと微妙っていうか、あれで天の使いの力が目覚めてるなんて。ジョージさん、シャノン、僕がわかるんだね。ジョージさん、これは夢なの。周りは全員敵なんだ。待ちなさい。お、
生き残るのは一人だけなのよ。あなたと私は敵同士でしょ。